高安城高安城は奈良県に生駒郡へぐ町と大阪府屋尾市にまたがる高安山の山頂部に所在するとされる日本の古代山城である。日本初期に大和国の高安城、佐野木国山田郡の矢島城、津島国のカナダ城を築くと記載された城である。白月の絵の戦いで、当、白木連合軍に大敗した大和朝廷は和の防衛のため、 津島機内に至る要所に様々な防御施設を築いている。古代山城の高安城は667年、金田城、矢島城と共に築かれた。また、高安城は国土の領域を守る、最前線の金田城、瀬戸内海の政界圏を守る矢島城と共に、政権基盤の旧都を守る重要なポイントであった。 高安城が築かれた標高487メートルの高安山は奈良県と大阪府の県境の生駒山地の南端部に位置する。山の南の大阪湾に注ぐ山和川は奈良盆地を遡り、支流の飛鳥川は旧都の飛鳥系に至る。山頂周辺は大阪平野川の西斜面は急瞬で、東斜面は標高400メートルほどの多数の尾根が谷を抱える地形である。 また、山頂部の眺望は良好で、大阪平野、明石海峡他の大阪湾と、飛鳥系他の奈良盆地が視野に入る。高安城は、史書にその名が見えるものの、明確な遺構、遺物は未発見である。1978年、高安城を探る会が、山中で礎石建物跡を発見し、一躍注目される存在となる。発見された、 祖先建物跡6棟のうちの2号と3号の祖先建物の発掘調査は8世紀前期の建物と推定される。その後も大阪府や奈良県が推定地内で発掘調査を実施しているが明確な意向は確認されていない。また、高安城の外周城壁ラインの推定範囲を最初に提示した関の正しのほか城の範囲に小学説があり。 古代山城の高安城の具体像は、まだ解明されていない。2007年、皇后石を有する自治体が講師に参集し、第1回皇后石サミットが開催された。第4回皇后石サミットが開催された後、他の古代山城を有する自治体が加わり、2010年により、古代山城サミットへと展開されている。山頂の西側の大阪間区気象台。 高安山気象レーダー観測所は、四国、中国、紀伊半島など、半径約3 0 0トルの気象を観測する。日本書紀に記載された、白月の絵の戦いと防御施設の設置記事は、下記の通り。日本書紀と俗日本記に記載された、高安城の関連記事は、下記の通り。移行に関する内容は、概要に記述の通り。ありがとうございます。